分かりやすいですよね。このどうもこんにちは、ぬりじいです。今日は日常のペイントをやろうと思ってます。よろしくお願いします。まあ新品のヘルメットをまず濡れる状態に持っていくことから始まって、下地準備、それから塗装の工程、マスキング工程、剥がす工程で仕上げのクリアまでいきたいと思います。つばにマスキングをして色がつかないように隠していきます。今度はそれぞれこの部分を隠していきます。コルクだったら縫い目の紐があるんで、それに沿ってこの貼った縁に合わせて、これを縫ってしまえば、はい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 、そして削ると、はい、これ結構大変な作業ですね。で細かいとこも、こういう際とかもまんべんなくやれば OK です。そんないきなりベーって塗るよりかは、そうです、それは一番厳禁なんで、まだだから嫌だなって言っても我慢です。あ、まあ、ペイント結構我慢ですね。我慢です。赤塗りますね、はい、あんまりやりすぎない、やりすぎる、3回目ですね、これが。大体コルクにはあるんですか？はいはいはい、あ、そのこっちからこっちも、こっちもこっちまで反対のはセンター、30センチなら15センチのところ、結構調整調整しながら、こんな感じですね。一般的なのはこの幅っていうのが75mm、 1本 15mm じゃないですか。あ、1、2、3、4、5本、5本、伝統みたいなところなんですね、75mm、 15mm ってやつですね、はい。これはマスキングと、曲がるんでしたっけ、テープ。これは曲がります。ただこういうシワにならない。あ、これを貼った、はい、こいつを目安にして今度は貼るんですよ。でこれがだから今度色を入れるまでは剥がさないっていうんです。次にゴミですね。最初が3mm でした。そうですね、こうやって、はい、爪で細かく、はい、じゃないと色がこの中に入っちゃいます。はい、重なってる部分の、そうです、浮いてる部分を綺麗にこう押していくっていうか、そうです、つけ、おお、なんかいいですね、気持ちいいですね、これ。でここもこの太さっていうんですか、はい、ここも大体でやっちゃってますけど、はい、あとは好き好きだな、なるべく均一になるようにっていう、その、 あの朝日のそこから出る太さですよね。そうですね、まあ、バラバラになるのが大体なんですよ。あ、また乾かして、これですね、
でここを取れば、はい、枠も出てきて、はい、これが気持ちいいんですよね。一番気持ちいい、分かりやすいですよね。ちょっとテープが残っちゃう、糊が若干ね。ダメはこそ濡れてるか分かんないから、分かんないから薄くです。とにかく薄くを心がけてみたいな。薄く乾燥を長めにですね。今多分寄らない方がそんなにそんなに寄らない方が、はい、寄るとバレるよねざっとやったんですけど、ポイントとしてはまあ焦らずゆっくり丁寧にを心がけてやればうまくいくんじゃないかと思います。急ぎすぎたらいいことないんでゆっくりやりましょうありがとうございました。